久米川駅。久米川駅は東京都東村山市坂江町にある西武鉄道新宿線の駅である。駅番号は SS20。東村山市には久米川町という地名があるが、当駅ではなく隣の東村山駅が最寄りとなる。開業時の住所は東村山村大和久米川で、それが駅名の由来であったが、1964年。 昭和39年の区画割により、栄町に位置することになった。周辺に、人口もわずかで雑木林と畑しかなかった場所に、久米川駅を設置した背景には、日本土地住宅という土地会社が駅用地を提供したことがある。日本土地住宅は、東村山に大規模な土地分譲販売を計画し、まず1925年、大正14年、 第一次に販売した30万坪は完売し、合計100万坪の販売を見込んでいた。ただ実際購入した人は、資産家が多く、投資や別荘と考えていたようである。例えば高段車の野間清治は購入した約4万9千坪の土地で小作人を使い工作させていたという。こういったことで居住者は増えず、久米川駅に何ら恩恵はなかった。その後、 日本土地住宅は乱脈経営が発覚するなどして、休眠状態となり、東村山の土地開発も消滅した。しかしこの土地は、野営地として利用されるようになり1931年、昭和6年には、東京連合少年、ボーイスカウト主催により、全国から2500人の少年が集まり野営した。この成功により、西武鉄道は、久米川テント村と名付け利用者には、 運賃3割引きとして宣伝した。駅の改築では長い時間を必要とした。東村山市では南口駅前広場造成を計画していたところ、1972年昭和47年に西武鉄道が協城駅舎建設を提案し、市長との話し合いでは合意を得たが、定例市議会で身体障害者の団体から 久米川駅の京城駅化に反対する陳情が提出され、市議会では審議継続になった。これに対し久米川商店会からは、久米川駅の京城駅化に関する陳情も提出され、福祉課開発課で結論は、翌年に持ち越しとなった。1973年、昭和48年になって、身体障害者患者連絡協議、市、市議会、西武鉄道の4社で、 話し合いが持たれ、身体障害者側からの要望を入れること、商店街からは、駅東西の交流を図れるように市駅の混雑も緩和できるような方策を西武鉄道に求めた。そうしているうちに今度は、西友のビル建設問題が持ち上がり、これに商店街が反発して、駅前広場造成工事が一時中止となるなど難航した。1978年、 昭和53年頃には、障害者団体の要望、手すり、スロープ、トイレ等々をもとに、西武鉄道との協議が再開し、1980年、昭和55年まで計画を練り続けられた。そしてようやく1981年、昭和56年、福祉モデル駅として、久米川駅は改築されることとなった。2010年、平成22年に、 北口の駅舎建て替えが行われ、2013年、平成25年には校内にエレベーターを設置するなどの改良工事が行われた。当駅より上り方面は、都立河西駅と終点の西部新宿駅を除く、すべての駅は同日に開業した。当駅開業以前からある、東村山駅より下り方面、航空公園駅、新所沢駅、新佐山駅以外は、 もともと移しく二分線であったため、当駅東村山駅間はカーブがかかっている。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。駅舎は、下りホーム側の南口と、上りホーム側の北口の2カ所で、各ホーム間は、古線橋により連絡している。西武鉄道の中では、早期にバリアフリーに配慮した構造になった駅であり、南口からはスロープで、 ホームに入れる構造になっている。北口で入り口部分及び湖線部には改良工事でエレベーターが設置されている。バリアフリーに配慮した構造を早期に導入した理由は、当駅からの清瀬駅行きバス沿線に国立病院機構東京病院、福十寺病院等複数の医療機関が立地し、その通院者からの強い要望があったためである。 2010年3月まではロータリーが南口にしかなかったため、バスはすべて南口発着であった。しかし、久米川1号踏切の渋滞により、バスの運行に大きな支障が生まれ、利用者などの強い要望により2010年、平成22年3月に北口ロータリーが完成した。これにより、清瀬方面のバスの発着は、南口発着から北口発着になった。 2013年、平成25年に校内にエレベーターを設置。2018年、平成30年度の1日平均乗降人員は32,882人であり、西武鉄道全92駅中30位。かつては、市内にある駅で一番の乗車人員であった。1975年度1日平均乗車人員、久米川駅17,289人。 秋津駅14,080人、東村山駅12,813人、新秋津駅7,606人が1984年に、秋津駅1988年に、東村山駅1989年に、新秋津駅に追い越された。近年の1日平均乗降、乗車人員の推移は、下記の通りである。駅の南口、 北口にはロータリーが整備されている。清瀬駅南口行き、新秋津駅行き、所沢駅、東口行きの路線バスは、北口ロータリー整備に伴って2010年、平成22年4月1日より、南口から移動。駅南口から、八坂駅まで商店街が続いている。約700メートル。西部バスにより運行され、すべての路線が当駅を、始発、終着とする。 南口発の路線は小平営業所管内、北口発の路線は所沢営業所管内である。久米川駅、南口、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。